神谷デザイナーの神谷と申します。韓国の方々ですよね。そうですよね。いたことないんですけど、ちょっとすごい音楽とかはやっぱりすごいなと思ってるんで、その辺とかずっと聞いてるんで、そうですね。なんかまあでも近々行けそうだなと思ってるんで、また見かけたら声かけてください。前回の SS からちょっと引き続きで、まあ、加工には、得意な部分が僕はあるんで、そうですね、まあブランドの軸としているワークだったりデニムのスタイルはよりこう掘り下げて、やっていってはいるんですけど、本当にデニムでいくとトッピングだったりとか、まあ、ダメージの部分箇所だったりとかはやっぱりよりこだわってやってるのと、まあ、ダックの生地の素材がやっぱりペインターパンツが得意なんで、その辺はよりこう奥行き出せるような加工だったりとか、まあ、今回ブラック出したりとかしてるので、まあ、あとカットソーも、あと不白の方のジャケットだったりとかも色をどう合わせるかで、加工で落ちた時の色合わせがすごい大変なので、その辺をこうより突き詰めてやってってますね。でテーマとしては、そうですね、タイムイズブラインドっていう、テーマにしてるんですけど、まあ、その辺のテーマもラブイズブラインドって恋は盲目っていう言葉があるように、本当にこう何かに熱中すると周りが見えなくなってしまうっていうことがあるので、そうですね、だからファッションもやっぱ流行りだったりとかブームがあるとは思うんですけど、それってこう本来は皆さん同じ時間軸で生活してるんですけど、流行りだったりって一気に加速させるものが多分かかってくると思うんで、まあ、その辺をそういうものが関係なく自分のスタイルをしっかり持ってやっていくことが一番人にとって大事というか、ファッションにとって一番大事なんで、やっぱりこうみんな自分の気持ち信じて、自分の着こなしを信じて、ファッションを楽しんでほしいなって。
ステックスさんとのコラボの MA1 のブルゾンで、ちょっといつも一緒にグラフィックやってもらっている方と、ちょっとタイガーカモモチーフをちょっといじってオリジナルのカモ柄を作ったんですけど、これぐらいちょっとフェード感を出すためにプリントの状態で前処理とかをなくして、剣ロードをちょっと緩めにしてるんですよ。なんでプリントがこう加工によって落ちやすくなるので、でこれぐらいのウォッシュ感になるっていうアイテムです。結構ブルゾンとハーフパンツでスカートです。こんな感じでなってます。で次が神谷の売れ筋ダックシリーズで、今回オーバーのブルゾンにしてるんで、まあ、本当にこういう加工感、茶色系の汚しをちょっとトッピングしてアラゴシュゴシュすることによって、こうクタクタな使い古したような生地感にしてます。で、まあ、今履いてるこれも同じこんな感じでなってます。この辺はデニムのシリーズになっていて、まあ、分かりやすく言うとこの辺はウエスタンのシャツモチーフで、肩横のところをかなり破壊的に、まあ、デストロイの感じにして、まあ、ちょっとこの辺がデザインで映画のようになってます。あとは同じようにスカートもあったり、で今回バイカーのレーシングジャケットスタイルをデニムで表現してます。で、でここがスニーカーで、もう今定番になってるタイプのスニーカーな感じで、これはもう僕が手書きで描いてますとペイントして。で今回こちらのダメージタイプ、クラッシュだったりとか汚しが入ってます。でホワイトとブラックの展開と、今回の新しい新型、こちらのアッパーのデザインになってます。でネームはここについていて、手書きのペイントも同じように残してます。以上ですね。はい、ありがたいことに韓国のお店さんからの声が結構多くて、でちょっとおそらく新しい店舗の取り扱いさんが出てくると思うんで、まあ、そういったところと一緒にこう僕が結構日本でもポップアップだったりとか、あとはちょっと受注会オーダープレオーダーみたいな、そういう催しをやったりするときに結構必ず頑張っていくようにしてるんで、で行ってやっぱりこうどんな人が買ってるとか、でその僕のブランドを買ってくれる人と会話して、こういう着方もできる、あその着方もあるんだって発見もやっぱり あるので、なんかそういった部分で多分韓国のお声がいただいてるんで、その辺でこうお店が決まっていって、例えばじゃあローンチのイベントだったりとかっていうのをやっぱりちょっと組んでいって、で韓国行ったりとか、じゃあ例えばアメリカ行ったりとかっていうのをちょっとしていきたいなっていう感じですね。まあ、大きな目標は本当にシンプルにファッションをずっと楽しめるような思いを持ってずっと続けていけたらなっていう